9月に行われた話し合い。話し合われているのはスマートフォンの使用についてです。那覇工業高校では現在学校内ではスマホは使用禁止。生徒一人一人の意見を集めて、それを先生方に出すんですよ。スマホを使いたいっていう意見が多かったんで、じゃあ昼休みに解放しよう、解禁しようみたいな。こっそりと使う生徒もいる中、昼休みの使用解禁には難色を示す人もいるといいます。隠れなくてもできるわ、今隠れてやってんだっていうでもちょっと罪悪感が出るしみたいな。よりさまざまな意見を出し合おうと、スマホの使用に詳しいモバイルプリンスさんこと島袋光さんを招いて話し合いました。まずは昼休みにスマートフォンの使用を解禁するためにどのようなことをすればいいのか意見を出し合いました。回避するよりかも禁止するのが一番早い。じゃあ終わりだなじゃあ終わりだ、禁止するでいいか。でも禁止だから他にやりよう、まあ、ない。どうすればルールを守ってスマホを使用できるようになるかがポイントですが、なかなか難題のようで。このクラス連帯責任でスマホ今日は触れなくするとか、そういう意見結構あったと思うんですよ。で、このペナルティとか罰則を設けるっていうものは結構ガチガチにすると今度監視社会みたいになって、去年から昼休みのスマホ使用を許可している高校も。外でも飲食できることもあって、どうしても生徒が外で使う場面があると。で、校内は使用禁止で外は使える、同じ昼休みなのに、校内と校内の差があるのもちょっと指導の一貫性ちょっと、今いろいろあって。那覇商業高校では去年から昼休みに限ってスマホの使用を許可しています。許可に踏み切ったのには商業高校ならではの理由もあると話します。で、またスマホの方も最近電子決済とか、あとスマホでポイントを集めるとか、そういったこともあるので、まあ、そういったことを考えると、まあ、使用は外出てもダメだよというのはちょっと無理があるかなということもありまして。昼休みのスマホ利用、生徒たちはどのように受け止めているのでしょうか。インスタとか、SNS、SNS 系、いいことしかなくて、いいことしかない。なんか朝とか親がなんか頼まれた時とかに昼休みにチェックできるから、ね、いいことしかないんじゃん。スケジュールもね、確認して放課後遊ぶとかもできていいと思います。YouTube とか見てました。ゲームとか共通の趣味があったらそれで友達も作りやすくなるから、まあ、いいことかなとは僕は思います。そんなところですね。昼休みにスマホが使えることで友達作りなどルールを守って正しく使う生徒がいる一方、やはり問題もあるようで。今朝閉めてなんか通知音とかなって取り上げられる人とかが増えたかなって。昼休み以外触ったらダメだから、なんか逆に今指導が増えてきてるから昼休み使うのも禁止にさせられそうみたいななってます。メリットとデメリットが混在する中、神谷教頭先生は今後も昼休みのスマホ利用を継続したいと考えています。授業に集中して休憩時間も使ってまた授業という形になっている部分はいいのかなと思っています。まあ、メリットの方が子どもたち大きいのかなと思います。やっぱりそういった環境でも来ていますので、全く使わさないということはやはりちょっと無理があるかなと思います。昼休みのスマホ使用に向けて検討が続けられる那覇工業高校、ルールを守って使うことができるようにするためのアイデアを出し合います。デメリットとして友達を話すことが減ることが挙げられると思うんですけど、そうなったら、まあ、コンテンツと
そのスマホでやるコンテンツとして、まあ、ゲームを禁止するだとか TikTok や、インスタライブをするときは背景を、壁のところで撮ってもらうことです。生徒とともにどうすればスマートフォンの使用ができるようになるか考えてきたモバイルプリンスさん、ルールを変えること以上のことに気づいてほしいと考えていました。皆さんがこういろいろ意見を変えて、皆さんで考えて、いろいろ出していくと、これが周りの大人は聞いて自分たちでこうルールを変えることができるんだっていうですね、こういった体験をしてほしいなと思うんですよ。これは社会に出てもすごく役に立ちます。昼休みのスマホ使用への検討は始まったばかりです。